意見交換会の進行についても、当館文献資料課、私、専門主任の大森が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、お二人の発表を、聞かせていただきましたけれども、青少年ゲームを含む満蒙開拓の、その史実の継承にあたっての課題ですね、それについて少し掘り下げて、聞かせていただきたいかなというふうにして思っております。先ほど寺澤さんのお話の中でね、高齢化というお話がありました。その戦後76年が過ぎて、体験者も高齢化してきているのかなというふうに思います。で、この企画展についても体験者の方にご来館いただける、そしてお話を聞くことができるとしたら、まあ、最後の、ね、タイミングになるのではないかなという思いもあって計画をいたしました。本来であればこのような場にも満蒙開拓がゲームの体験者の方にも来ていただいて、お話を聞く機会があればというふうにして思っていたのですが、やはりその数年前までお話をね、聞くことができた方が体調を崩されたとか、亡くなってしまったっていうようなことで、なかなかこういった場でお話するっていうことが難しくなってきたなというふうに感じております。またその開拓団の組織 ですとか、その、継承になってきたその団体の高齢化っていうものも問題だということでお話ありましたけども、そのあたりについて寺澤さん、どんなふうにしていけばいいと感じられておるでしょうか。はい、ありがとうございます。この戦争の、遠のいていく中、記憶が遠のいていく中で、もう語り部、現代研修の方がいなくなるっていうのは、これは満蒙開拓だけではなくて、例えば原爆体験者とか、あるいは姫入りとか、どこでもこれと同じなんですね。でも、そういった現代研修の方はいなくなっていったとしても、この戦争の悲惨さとか、平和の尊さっていうことをやっぱり、子どもたちにも伝えていかなければいけないし、その中で平和の尊さをしっかり学んでいってもらわなければいけない、もらわなければいけないと思うんですね。そういう中でやっぱり今この時代、先ほど飯島先生の話もありましたけども、学校の現場でも戦争を知らない世代の先生方が戦争を知らない子どもたちに戦争の悲惨さや平和の尊さを教えていくっていうのは、そういった時代にもなってきてるわけなんですね。そういう中でどうやってじゃあ戦争の悲惨さとか平和の尊さを教えていくか、そのためにはやっぱり大事なのは、そういったことを体験されて皆さん方のお話をいかにたくさんお聞きし、そのことを聞いた今度私たちが今度そのことをいかに次の人たちに伝えていくか、まさしくも語り継ぎの時代に入ってきていると思います。そういう中で私たちその記念館のような拠点が、ね、大事だと思うのは、やはりそれで語り部の方が語ってもらえる拠点をやっぱり作ったこと、それからそこで聞いたことをビデオにしたりして映像として残したり、あるいは今書き起こしなんかも高校生のボランティアなんかにもお願いしたりして書き起こしを文字化もしてますけども、そういったことを残していく中で次の人たちのためにそういったことを語り残し、絵としてあるいは言葉として、そういったことをやっぱり知っていってもらう、そのためにもそれを語り継ぐ、いわば次世代の語り部、みたいな方々がやっぱり必要になってきて、そう思って私どもの記念館を開館する1年前から、次世代語り部養成講座っていうのをずっと毎年のようにやってきていまして、なるべくたくさんの生の声を聞いていただく、その上でそれを聞いた皆さんが今度は次の子どもたちにどうやってそのことを伝えていくのか、そういったことの取り組みをしていくことがこれからの大事なことだなというふうに思いながらやっております。はい、ありがとうございます。本当に聞いた人がまたこう伝えていくっていうところですかね。そういったあたりでも飯島さんもですね、中学校の先生やっていただきながら、さまざまな方の体験の話を聞いたというようなことが今の発表にありましたけど、そういったことで授業作りをしたりだとか、子どもたちに話をされたりしてきたと、まさにこの語り部になっている部分もあったのかなと思うんですけど、今でも中学校で授業をされているということでしたが、そうしたその体験者の高齢化等に関わる何か難しさということを感じておられますか。いろんな体験してるんですけど、中国へ調査旅行に行ってきた時に北村中谷の分厚い体験記を読んだんですね。それを編集している人が私の学区に住んでいるということが分かって、夏休み明けにちょっとご挨拶のつもりでね、寄らせていただいたんですね。だから寄れや先生ってわけで、なんと6時頃お邪魔したんですけど、うちの中に寄れって言われて永遠と3時間話が続いたんですね。で、私はその日は挨拶だけで行くつもりだったのが、テーブルレコーダーももちろん持ってきませんし、これはえらいことになったなと、おっしゃってる中身は
地名ですね、一応全部私が分かるので、あちらの方もこれはってどん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 話してくるんですけど、これ全部頭の中で投げ入れなくちゃと思って3時間聞いて、家へ帰って全部パソコンに打ち込んだんですけど、まあ、そんな経験をした、あんなに集中して勉強したのは学生時代にもなかったなみたいな、そんなことがあったんですけど、でいろんな方々の話を聞いてきて、これは私が退職しちゃったりね、死んでしまったら消えちゃうなと。で、教育者の方々は日本語ができない人もいるし、それこそ文章を書けない方もいらっしゃるので、これをやっぱり私が残していかなくちゃいけないなと思って、先ほど紹介した本に書いたんですけど、あれを書いたら不思議な体験がいろいろありまして、買ってくれた人が父親に渡したら2日で読んじゃったと、90歳の方がね。で、ほどごとくそういうケースがあって、でしかもその方々が喋り始めるって言うんですね。あのうちはこうだとか、あれはこうだとか、今まで聞いたことのないようなことを喋り始める。それからある方は、先生、おかげで喋、ることができるということですかって言ったら、要するに取り留めなくなっちゃうんです、ずっとね。で、周りはもう何だか分かんないから聞かないと。でもこうやって整理して書いてもらったおかげに、これで俺は喋ることができる、ありがとうっていうふうに言ってもらったんですね。だから先ほどの寺澤さんのお話もそうですけど、聞きっぱなしではなくて映像に残す、記録する。でその映像もただだらだら流したんじゃダメだ。やっぱり子供に教えるには、授業は50分で動いていますからね。だから小学校だったら45分ですか、だいたい30分くらいの中身で凝縮して、後で感想を書いたり疑問を書けるような、そういうふうにこちらが編集していくという作業ね、そういうことをやりながら、まあ、継承していくと、こんな感じでやってます。はい、ありがとうございました。まだまだね、そういうこう話をしたいという、実際体験者の方たくさんおられると思うんですが、その継承の仕方について示唆いただいたかなというふうにちょっと思います。私もですね、こういう企画展やるにあたって、体験者の方がこう訪ねてこられるんですね。この間も、2、3日前に体験者の方が来られて、1時間ぐらいね、自分の体験を話されておられました。それで、ちょっと前にも97歳くらいの体験者の方、第一で行かれた方が、ぜひ話をしたいから来てくんねかいという、そういう話があって、私のお宅に行ったんですよ。で、まあ、こういうコロナもあるから、まあ1時間ぐらいでなと思ってたんですけど、3時間ぐらい話されました。そんなこともあり、やっぱり語りたいって思いがある、そういう、こう、ある意味ではこういった企画展等のきっかけになっているのかな、なんていうふうに思っておりますが、それをまた伝えていく責任っていうのをまた感じさせていただきました。それからですね、友軍体験の継承にあたってということで、先ほどね、寺澤さんの方から不都合な歴史っていうね、言葉もあり、それは大変印象的ではあるんですけれども、その中でやはりこの、飯島さんの話もありました、加害者の面っていうのところでなかなか語られなかったっていう部分だとか、それから行政教育会もね、消極的だったっていうようなことがこう理由になるかもしれないんですけれども、何かですね、先ほどの話じゃないけど、満蒙開拓平和記念館の取り組みも大きいでしょうけども、以前よりも満蒙開拓が話題にされることが多くなってきたりとか、今こうしてね、たくさんの方が定員がすぐいっぱいになるくらいにこう集まってくださって、ありがたいんですけれども、その中でですね、その寺澤さんの満蒙開拓の平和記念館の姿勢として、被害とその加害の両方を伝えていく、そういうことを大事にされているということですが、そのあたりもう少しよく詳しくお伝えいただけたらと思います。はい、まあ、私もこういったことは、まあ、ずっと向き合っていて思うのは、戦争っていうのはやっぱり被害と加害が入れ替わって立場を変えていくのがやっぱり戦争だと思うんですね。で、例えば改革団の人も多くの犠牲を出した、まあ、私のとであれば一番上の兄もわずか1歳で、生きるということの意味も分からずして亡くなってしまった、そういった被害を考えたときに、どうしてそういう被害が出てしまったのかということを考えていくと、実はその原因としてやっぱり加害があったということがやっぱり出てくるわけなんですね。被害をなくしていくためには、その原因となった加害をやっぱりなくしていくことをまず考えなくてはいけないということが、まあ、一つはきっかけにございました。まあ、その、ことという意味は、やっぱり満蒙開拓を考えていく中で、子どもたちも今いつも話をしているんですが、やっぱり相手の痛みが分かるということは、やっぱり立場を変えて自分がじゃあ中国人だったらどうだろうか、自分たちの大切な家畑が奪われてしまったらどうだろうか、まあ、そういった相手の立場になって物事を考えるということ、人の痛みが分かるということ、まあ、そういったことがやっぱり積み重ねていくことが戦争をやっぱりなるべく遠ざけていくためには、まあ、必要なことだと思うんですね。まあ、そういった意味では加害ということにやっぱきちんと向き合っていかなくてはいけない。だけど加害ということにあまりですね、強調ばっかりすると
なんでそんな考えばっかりやってるところに行きたくないわってことになってしまうので、私たちと思いとしてはやっぱりまずは被害もあったんだよと、で被害もあったんだけど同時に被害だけじゃなくて加害もあったんですよってことを伝えていく中で、その中でやっぱりきちんとその両方あったということを知ってもらっていることをやっぱりそういうふうに戦略的にというか、まあ、ひたたかにというか、まあ、そういったことをやって多くの人に両面があったということを知ってもらうような取り組みをしているのが、まあ、記念館のスタンスではありますね。はい、はい、ありがとうございました。先ほどこの講演の前にもね、やっぱその加害ってことを最初に出すとなかなか語ってくれないっていう部分があるなんておっしゃってましたね。やっぱりその被害っていう、そういう語るっていうのを聞くっていう意味でも、やっぱ先ほど言った相手の立場になると共感っていうのは大事なような気がしますね。それからその飯島さんなんですけれども、そのやっぱ授業する先生方、まあ、私も先生でずっとやってたんですが、全然確かに義務の歴史とか満蒙会の歴史知らなかったんですよ。で、そういった先生方がそういった歴史を学んで教材化して、まあ、授業をするってことは大切だと思うんですけども、うん、そこにやっぱり日本が行ったその加害者的な視点っていうのはないと、先ほどの話じゃないけど独りよがりっていうことになりかねないし、そういった独りよがりの歴史をある意味ではこう子どもたちに学ばしてしまうようなところになりかねないかななんていうこともちょっと心配してるんですけれども、その辺はどうでしょうか。はい、ですね、よくいじめと例えて子どもに話すんですけどね、相手があるのは戦争であると、でいじめの問題がありますけど、いじめられた方は絶対忘れないよ、いじめた方が忘れていたり、俺そんなことやったんだって知らばっくれたりしますね。国と国との戦争も同じでしょ。やられた方は絶対忘れないよ。で、そのことをどう考えるのか。だから、まあ、虐げられた側の証言を大事にしていきたいなと。だから今、寺澤さんのお話にもありましたけど、よく残留孤児の裁判という制度というものが、ソ連が攻めてきたからああなったんだみたいなね。だからソ連が攻めてきたのは事実なんですけど、そうすると、その関東軍が先に逃げてしまったというね、その問題や中国人から襲撃されたということが、その理由が出てこないわけですよ。なぜ中国人が襲撃するのかって、それは先に考えがあったからだっていうね。でもう一つの問題は、証言を子どもたちの前でこう語っていただくときに、先ほどのとんどころ中隊の方の話もありましたけど、自分たちがやってきたことが、まあ、侵略であったとか加害だったってことは、ずっと知らないまま今まで生きてきているっていうね、面があるわけですね。だから、いい、とても大きな産物が取れたよって言うけど、じゃあ、なんで取れたの？じゃあ、そこにいた中国人の人たちはどこ行ったの？案外見えていないと。それはやっぱり、証言を授業の中で生かすには、まあ、その証言に対してきちっと解説を加えていく我々の作業が必要だと。それから、先ほどグラフでお話しましたが、あれは子供から教わった視点でしたね。要するに、初めはあまり知らなくて、最後は行ってこんなに死んでるんだっていうね。まあ、それしか見えないわけですよ、本当は。でもあの少年の言葉ね、あれすごいこと言ったなと思うんですね。だからあの授業をやるときに、いつも私はそのことを踏まえながら、この時日本はどこで何やってたんだろうとみんな想像してねって、それしか言えないんですけどね、そういうことを語ります。はい、先ほど今のね、お話で、日本人が死んでないってことは、他の国の人が死んでるんだよねっていうのを私もね、ドキッとしたんですけども、まあ、また、私も含めて、まあ、教員がやっぱり学んでいく、そして正しい歴史を伝えていくってことが必要なのかなというふうに感じさせていただきました。それではまあ時間もなくなってきてしまったわけなんですが、最後にその義勇文についてですね、国策をもとにして、官民を挙げて創出してきた歴史が、あるかと思います。それから寺澤さんの話にありました体験の継承ということについても、その官民がやはりその連携が必要になってくるかなというふうに思いますけれども、平和記念館さんの方では民間が、ね、中心となって運営しているということもありますが、何かこう官能があるというか行政側の方に求めることがあればお伝えいただければと思いますが、はい、よく振っていただきました。まあ、あんまりですね、記念館の実用ばっかり話すと、ないことになっちゃいますから、まあ、多くは申し上げませんけども、やはりこの満蒙開拓という歴史は、やはりこれは地域一体となってやっぱり語り継いでいくべきことだと思うんですね。まあ、たまたま今は全国で唯一の記念館が満蒙開拓記念館として民間の主体でやっておりますけども、もちろん作るときには行政からも支援をしていただきまして、やったその時に、作るときには支援するけども、あとは自分たちでやっていけるということで、実は入館料収入だけでやっているのが現状なんですね。でも正直言って私たち本当に職員にも発給だし、私も本当に館長と会いながら実施する報酬で、まあ、そういう中でこういったことをいつまでやっていけるのか、やっぱりこういったことを語り継いでいくのは地域一丸となって一体となって、官も民もですね、民間やってることを行政で応援してやるわではなくて、
まあ、いわばこの歴史を語り継いでいく共同責任者、パートナーとしてやっぱり取り組んでいってほしいと私はやっぱり願うんですね。まあ、そのためにも記念館を運営するためにも私たちも民間も一生懸命頑張っていく、まあ、それから、まあ、行政もですね、やはり多くの子どもたちをこの記念館でやっぱり学ぶような機会を作ってもらうとか、あるいは財政的にもう少し、まあ、支援してもらって安定して私たちが職員のことも考えて安心して運営できるような、そういったようなあの記念館でありたい。そんなことをぜひこれから私たちの務めとしてもこれからも行政とか地域の皆さんにも訴えかけていきたいなと思っておりますので、その時にまたぜひまた皆さんもご支援をよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。なかなかそういうちょっと裏事情のね、なかなかわからない部分もありますけれども、そういったことも歴史の継承の上では知っていく必要もあるのかなと感じさせてもらいました。それで飯島さん、さまざまな、ね、団体で、活動もされているかと思います。名刺の裏見させてもらったいろんな役があってびっくりしたんですけれども、教育を含めてですね、その官民の連携、どんなように継承につなげていったらよいと思いますでしょうか。はい、私は筑波市の平和の集いっていうのがありましてね、まあ、一応指揮権者っていう立場で実行委員をしているんですけど、今年はつい先月、宝田明さんの講演を聞いたんですけどね、ここは筑波市の人権男女共同参画、全面的協力を得て、やっています。で、子どもたちの作文発表なんかもしている、大変ありがたいです。それから真っ白に真っ白大本営地下号がありますけど、今年間約6万人ぐらいに届くんですね。で、そのうち3分の1を私たちボランティアの会としてますけど、ここは県内外からの平和学習の場として訪れるんですけど、長野市が管理して見学者に便宜を図ってくれていますね。で、案内はボランティアがやってるんですけど、まあ、そうした連携をこれからも大事にしていきたいと。それから満州移民に関わって、これは一人社会科教師だけにやる問題じゃないと思ってるんですけど、長野県には童話教育推進協議会っていうのがあって、福徳本のあけぼのっていうのを出してます。ちょっと画像を見せられなかったんですが、そこではその満州移民の問題非常に細かく今出てきました。だから本当ならば先生方が人権学習でこれを扱えば、どの学校でもどの先生もこの授業をやるってことになってるわけですね。で、青い記憶は長野県教育会館というのの会館授業として全ての学校に配布されてるんです。だから先生方それを利用しながらね、授業をやってほしいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。今人権という視点もありました。実はちょっと前に、本当に個人的なってことで教育事務所の指導主任の先生たちが4人ぐらい、企画展見に来られて、私的な付き合いがあったものですが、ちょっと解説もねさせてもらったんですけど、そういったこの先生たちがやはりこう学んでいく、継承していく、それで官民連携について考えていくっていう視点、非常に大事になってくるかなというふうにして思います。体験者の人についてもですね、民間の団体についても多くの蓄積があるでしょうし、それを先生方が学校で活用したりとか、県内に博物館、長野県すごくたくさんあるんですよね。そういったところで情報をこう共有したりだとかっていうことが大事になってくるのかなというふうに思っています。義勇軍満蒙開拓の歴史っていうのは絶対にやっぱり未来にとって必要であると思いますし、今継承していくってことが非常に大事になってくると思いますので、それを一人一人が、理解をしていきたいなというふうにして思っております。それではすみません、最後になりました。これからの義勇軍、それから満蒙開拓の歴史体験の継承について、会場の皆様へのメッセージ等を含め、お時間ないんですが、本当に一言だけ寺澤さんと飯島さんにいただきたいと思います。お願いします。はい、最後に申し上げた通りですね、やはり先に事実を知った者の社会的責任として、やっぱりそれは次の人に伝えていくことですので、ぜひ皆さん方もですね、また多くの方々にこういった満蒙開拓という歴史があったことを語り継いでいただけたらと思います。そしてまた機会がありましたら、ぜひまた記念館にもお越しいただきたいと思います。以上でございます。私も同じで、子どもたち授業でやりますと、初めて知ったとまず言うわけですね。うちへ帰って親に話したら親は知らなかったと、だから私が話してあげたっていうんですね。で、万能の例の望郷の鐘ですか、あの映画で常盤貴子さんが最後の脚本をね、彼女が変えたってんですね。で、うちへ帰って学校へ帰って感想を書くんですが、それをうちへ帰ってお家の人に伝えてあげましょうね。これは素晴らしいね、彼女の感性だったというふうに思うんですね。だからそれは年齢を問わず知った人が伝えていくと。それから、まあ、最後 の宮崎博さんの言葉が全てだと思うんですけど、国策であっても私たちはそれをきちんと批判できるだけの力を持ってなきゃならない。で、ダメなものはダメだと。そのためにやっぱり知識をしっかり見る、事実を、しっかり見ると。で、そうやって振り回されずに生きていけるだけの力をやっぱり国民が持っていかなくてはならないなということを思います。以上です。
ありがとうございました。それではこれで令和3年度夏季企画展シンポジウムを閉会させていただきます。質疑応答の時間が取れずに大変申し訳ございません。お書きいただいたアンケートにつきましては会場出口付近のアンケート回収箱にお入れください。それでは皆様お忘れ物ないようにお帰りください。本日は大変ありがとうございました。